はい、じゃあそれでは見た目チェックをしてみたいと思います。正面こういうふうになってて、で、ここイヤピースね。それでこれカメラだね。カメラね。それで、ここにセンサーのキーがありますと。で、これは印刷ですと。液晶面がこれ 2.5D 液晶になってますね。わかるかな？こういうふうにちょっとラウンドしてるよね。こっち側もちょっとラウンドしてる感じだね。こういうふうにね。じゃあ裏。裏はこんな感じになってます。これカメラで、これデュアルフラッシュだね。これレーザーフォーカスだね。で、これ指紋センサーというふうになってます。ね、こういうふうにカメラ部分が出っ張ってます。表面の処理は、これヘアライン処理はされてないです。一応こう同心円状になんかこう塗装の具合がこうなっている感じはするけれども、凸凹はないです。全くのツルツル状態。裏蓋は外れないようになってますね。で、右側はボリュームボタンがあって、こんな感じだね。あ、結構これクリック感があるね。しかもこれ、あ、ここはちゃんとあれだ。ヘアライン処理になってるっつうか、ザラザラ処理がされてるね。わかるかな？こんな感じ。電源ボタンも同じ処理になってますね。こういうふうにザラザラしてると。で、押した感じは、これもかなりストロークが大きいね。押し心地がいい感じだな。なるほど。じゃあ左側面はこういう風になってて、これスロットだよね。こうなってますと。じゃあスロット開けてみましょう。よし。こんな風になってるね。こうなってるんだ。それで、裏がこうなってると。SIM 1、SIM 2。で、SIM には SD カードと配管になるよと。で、下。こうなってると。ここタイプ C ね。これ多分マイクなんだろうね。で、これスピーカーのはずよ。上は、ここに謎の穴があって、これヘッドホンジャックという感じですね。はい。こんな感じかな。